もしもし、ああ、スパイダーマンか？テオだ、売店のな。今電話して大丈夫だったか？ああ、俺はテオだ、売店のどうもテオ、どうしたの？実はスパイダーマンが、って、うちの飼い猫のスパイダーマンがあんたのこと好きみたいで。僕もスパイダーマンは大好き、いい子だよね。それでよ、もしかしてあんたもたまにはあいつと遊びたいんじゃないかと思ってな。ほら、散歩行ったりスイングしたりさいつでも歓迎だって伝えたくてな。もちろん、ぜひお邪魔させて。ありがとう。そうか、そりゃよかった。俺も、じゃない、あいつも喜ぶ伝えておくよ、あんたはいいやつだ、スパイダーマン。またな。テオってほんといい人だな。マイルズ、ちょうど今は溜め込んでた仕事を終わらせてるとこなんだけどさ。スパイダーメンに休みなし？ゼロ。そうそう、戻ったからといって小判ザメみたいにくっついて回るつもりはないからね。信用してるし、他にやらなきゃならないこともあるしさ。例えば？手伝う？転職活動、ビューグルのフリーランスもいいけど、安定した仕事を見つけなきゃね。教師とかどう？教えるのうまいし正直、無理。やっぱ、ありか。考えとく。またね。道路を封鎖して人質取ってるらしいぞ。あんたの活躍をみんなに話してたとこだ。それじゃスイングしに行く？お似合いだな。二人で悪者たちをとっちめてこい。バッチリ。
睡眠取らなきゃ。ちょっとだけ昼寝。母さんからだ。これって宝探しのヒント？父さんとよくやったっけ。母さん作ったの？母さんが何を用意したのか調べに行ってみよっと。出かけるか。博物館を調べに行ってみよう。博物館いつぶりだろう。最後に行った時はフィンと父さんがいた。すっごく楽しかったな。それが今やこれだろう。アーレムにとってはいい1週間だったね。スパイダーマンがジンカラーを止めて、リオ・モラレスは市議会議員に当選、ロクソンプラザは閉鎖されて、サイモン・クリーガーもついに刑務所行き。じゃあね。あ、おまけに私は市民権取得のテストに合格。中国への愛は変わらないよ。ごめん、忘れちゃった。メンツを保つためにロクソンの取締役会がクリーガーの個人文書を全て公開。メモから電子メールに至るまで全部。今その資料をまとめながらトリプル J の謝罪を待ってるとこなんだけど、その間収録済みの非公開音源を流しておくね。最新情報は数週間後。それじゃ植木の水やり忘れずにね。待って、水をあげて。それじゃあまたね、バイ。よし、自然史博物館。はがきのヒントはあっと、公園の真ん前。
世界をその肩に乗せ、次のヒントを守護する。ふん。セントラルパーク側に地球儀抱えた4人の銅像があったっけ。多分それのことかも。うーわ、新しいスーツの色いいわね。今っぽくて。それじゃあ私はもう行かなきゃ。下にハガキがある。これエンパイアステートビルのことだ。エンパイアステートの頂上、盲目の目を見つけ。フラッシュドライブがくっついてる。やあマイルズ、誕生日おめでとう。嘘だろ、父さん。16歳の誕生日を祝うなら宝探しだ。思い出をたどるんだ。お前とフィンは毎週末美術館に連れてけってせがんでたろ。実はな、父さんも楽しみにしてた。前は兄弟がいなくて気の毒に思ってたんだ。あのおじさんとはうまくいってないが、あいつのおかげでやってこられた。フィンとお前を見ていると気が楽になる。あの子はお前の姉さんだ。フィンとそれにガンケ、お前には家族がいる。愛しているよマイルズ。それじゃまた次のヒントで。うわ、父さんの声聞くの久しぶり。宝探し用にもっとメッセージ残してるといいな。ねえボスケさん、メモは見つけた？ああ、ヒントをたどっていって父さんの声聞いたとこ。母さんが作ったの？仕込んだだけ。父さんが去年ヒントを作ったの。引っ越しして大変だけど、父さんの声聞けば元気出るでしょ。そうだね、グラシアマ。でなら楽しんできて。そうそう、助けが必要なら言って、何でも相談してね。テキエロ。テキエロ。諸君、ご存知の通り、私が重んじているのは真実、品位、そして事実だ。ブレイスウェイトブリッジの一件以来、新人スパイダーマンには辛く当たってきた。当然だがな、大混乱を引き起こしたんだぞ。元祖の顔があのスーツより真っ赤になるほどの混乱をな。醜い新しいスーツじゃなく元祖もだ。なのにだ、残念なことに噂によると市民があの若造をもてはやし褒めたたえているというじゃないか。ヒーローとしてな。電力供給の危機に見舞われ、今にも地図から消えんとするハーレム。この幼きスパイダーマンが多くの命を救ったというバカげた噂さえある。どうせ奴のファンどもが先導しているだけだろうがな。だがそもそも奴が馬鹿げたスーツに身を包んで、行き当たりばったりに街をスイングして無謀な暴力行為を働いてなければ、こんなことにはなってなかっただろう。ヒーローだと？ヒーローってよりゲーローだな。ジャイアント、賛同者と電話をつなげろ。ジャイアント、受付開始だ。もう開始してる？なわけあるか。諸君、回線エラー修復までスタンバイしてろ。
エンパイアステートビル。ヒントはエンパイアステートの頂上、盲目の目を見つけよ。もしかして展望台にある望遠鏡のことじゃないかな。グリニッチの現代美術館、あそこか。現代に隠された化石を探せ。ちゃんと上を見て。